制したらスライムだったけん車ラジオパーソナリティーの岡崎美桜です。そして アシスタントパーソナリティの熊田あかねですイェイ、えー、この番組は、うん、<laughs> アニメ転生したらスライムだった件に関する情報を、はい、リムルテンペスト役を務める私岡崎美穂とエレイ役を務める私熊田あかねがマキーアイアイとお伝えしていく情報番組となっております強めに言った情報番組そうだよなんて言ったってねあ、情報言いますはい。今日からテンスラテン始まりましたやったイェイ これはさ、うん、もう今日今二十一時じゃないそうだね行った人もいるんじゃないですかだからもう、ハッシュタグでつぶやいてねハッシュタグテイスラディオでさ俺行ったよとか <laughs> <laughs> うちもいたで全然今変換するてなくうまく言えなかったけどこれはおしはいはいはいテンスランに行った場合は「テンスラジオ」って言ラディでもうちらに届くのは「テンスラ」ディあじゃあどっちもつけていただきたいそうだね「テンスラ」でも私テンスラジオの方よく見てますのでそうそう嬉しいね7月21から8月9日までですうん 結構長いことね開催させていただけるので確かもね、しかも夏休みがもうすぐなのからちょっと記憶曖昧よ学生時代の曖昧よちょっと前だよ苦しくなってくるわそれ曖昧なんだけれどもまあでも8月のねあの初めぐらいまでやってるんだったらねあの小学生とか中学生のみんなもね行けると思うし確かに友達と行けるねね、幅広くねファミリーでもね楽しんでいただけるしもちろん一人でじっくりでもいいですねぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います 二 <laughs> 人が夏休みで一番楽しみにしていたことはでもできない前提でやめてくださいしていることはでいいじゃないですかあ<ー>していたことはそこに気づいちゃった何し,していたこと<何>夏休み、えー、でも私やってみたくてやってみてないのはおまだいけんじゃんスイカ割ってみたいスイカ割ったことないのかいあるのおいらスイカ割ったことあるのぜえーキャラ変わった誰ですか割せてやろうかスイカ割 <laughs> 割りたい 楽しいからなんかそんなスイカ好きじゃないんだけど好きじゃないんかいなん割る感覚そのあの合法的にそう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 自分でちゃんと自分でちゃんとスイカを用意してちゃんと合法的に目隠しをしてちゃんとあの人目はわからずまっすぐ歩いていいじゃんあれ楽しくないアドベンチャーとして。 あなんスイカ割りの認識独特だね京都に目つぶってまっすぐ歩いてそのなんか像にタッチできたらいいの分かるそれはかるあるんですけどあれめっちゃ得意だったんですよだからあああれにめっちゃ得意とかんのまっすぐ歩いてあの気配で「うんここではない」みたいな「ここに人がいる」みたいなそんか察し人ないかもねでもそうだとしたらスイカ割りも同様でパッカンいきますから。 絶対無理だと思うわ。無理だと思う、うん。だって、なんか、そんな難、難かった?。うん。スイカ割り難かった?。舐めてるスイカ割りのこと。あ違ううん。<え>スイカ割りはそんな簡単なもんじゃないから。かなんか出てくるの終わったら。 それはスイカ割りバだったらみたいな。それもなんかやっっちゃってるから。何が難しいの？だって回るんでよ。かなりくるくるバッと持ってさ。え、そうなんですか？みほちゃんが得意だったのは別に回されずにまっすぐ歩いてる。そりゃそうだよ。回るから。何でもある。え、じゃあええ、幼稚園の中のスイカ割りですか？はい、スイカ割りから学んでください。ということで今日もテニスラジオスタートです。 絶望を加え尽くして転生したらスライムだったけんテイスラジオはい改めまして岡崎美穂ですはい熊田朱音です背代わりやめるわ <laughs> ねえ嫌なっちゃってんじゃんぐるぐる回る知らんかったからさ、うん、ちょ自信なくしそうなことは極力やらないことにする <laughs> <laughs> スイカ割り。そう、舐めてた。私がそう。でもさ、楽しいスイカ割りもあるから。本当。海辺でさ。その。海辺で。そう、海辺のスイカ割り、私もやったことないからさ。キャッキャウフフ、スイカ割り。やろうよ。そうだね、可愛いスイカ割りしたいね。可愛い。もっと平和なスイカ割りしよう。回るのはでも、やんないと楽しくないよ。だって、たださ。 包丁で切ったらいいスイカをさ、うん、もう目的に割りに行くっていう。あ、そう。わけわかんないゲームないから。そっか。熊田さんはどんなスイカ割り?うん。私ですか?。私ね、うん、ラジオの企画でやらせてもらったんだけど。いいの?。あのラジオ局の、その。うん、あの、なんだ。ベランダで。え? <laughs> ね。大丈夫だ。ったレジャーシート引いて。うん、で。 あのー、クッキーとか伸ばす綿棒みたいなあでもいけそうだね。めちゃめちゃちっちゃいやつで。あでも確かに腕いきそうだね。<でも S 1> 大丈夫？そうあれ全然いけないのよ。だからもうスイカに対してペン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 何回も。<laughs> じゃあもう,もう何目標は見つけたのに上手くこう、うん。いやこれはさ文化放送さんでやらせていただきたいね。ぜひぜ <laughs> でもリムルのかリムルもさスイカにできそうだよね。 ね叩くんだよあそっかえでもスライムだからさ分裂してもまたくっつくから、うん、一応あ<ー>ーちゃんとしてんじゃん理由そうちゃんとしてるいやもちろんリムルは愛してるから <laughs>、うん、そっかそうそうそうどうせなら「テンスラジオ、うん」じゃあスギピーに聞いとこうそうだね割っていいですか割<っ>て <laughs> いいです、いいです。夏してみたかったことだからね、暖房。そして、私はね、あのお花屋さんでもよく覗くんですよ。何の話急に?。いや、違う違う、フリートーク。この話してたじゃん。そしたらね、最近花の色が傾向があるってことに気づいて。暑くなってきたから、あのブルーの花が増えて。あブルーの?。なんか、その普段突っ込めないから疲れちゃったもん。なんでだよ。じゃあ、聞いてて。じゃあ、静かに聞いてて、ブルーの花がね、増えて。 疲れたな。<laughs> 茜って疲れるんだ。すごいね、本当にでブルーの花がなんかブルーの花ってそんなないのかなって思ったんですけど染めてたんですよ。だってブルーの花って自然界に存在しないんじゃない？シリアアジサイ。えー、うざー。<laughs> <laughs> 何今の言い方の？え怖 <laughs>。<laughs> びっくりした今。アジサネモフィラウイ。 吸い上げてて青かったんですよだから花瓶の中の水が透明じゃなくて青かったんでなんか花も夏楽しんでたらいいなって思いました。 花も夏楽しんで誰かいけないよあかねちゃん漆黒着てんだからいつもよりダメだよそういうことあ今ダークになってるのそうダークアーカーあでもいいねちょっといいね普段なんかさそういう優しくてさ絶対怒らなそうな子がこうやって罵倒してくんのも意外といいわ、うん、じゃあ今日罵倒会にするかいいよじゃあ普通歌読むから罵倒していってじゃあいけないよそれはそれは無理だよ <laughs> えー、ラジオネーム激辛さんです何,ん何が激辛だよおいいいねえは,テンスラは ああそこはいいんだ <laughs> えー、突然ですがお二人は趣味は何ですかと聞かれたときに答えられるものはありますかまた突然すぎやろかい <laughs> またいくつもありますかいくつも聞くなえー、僕は趣味はアニメを見ることなのですがそれだけ でも,も、もうなんか追ってきてるじゃん。でも、<laughs> ちょっと突っ込みやすい。僕の周りの人はいくつも趣味を持っている人が多くて、すごい人生を謳歌している気がします。ダメな人と比べちゃ大丈夫だよ。<laughs> 優しいね。え、趣味って多い方がいいんですかね。そんなわけない。どうですか。趣味？うん。趣味なんかなくったって楽しいじゃんだって。でもさ、あかねは筋トレとかさ、趣味ちゃんと持ってんじゃん。あ、趣味アニメ鑑賞以外にさ、趣味持ってる人が言ったとこで激辛さんの心は揺らがないんだよ。でも激辛さん。 こううい仕事してると趣味とか特技ってめちゃくちゃ聞かれるんでそうアイデンテティィそう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 なんかやっぱさ答える時にさ「かこれ言って面白いかな」とかちょっと不安になっちゃうのおなるほどねそうあと「これ自分より詳しい人いるじゃん」とかさあまあ確かに上には上がいますよねそうだから結局上には上がいるし下には下がいるからそんなに気にしなくていいそれはそうだよねでしょ うん、だからもう好きな好きそうなことやって好きそうなことがないならいいんですよ、うん、その場しのぎで楽しいしいものとか食べたら、うん、もうそれで楽しいしそのちょっと美味しい例えばカップ麺とか食べたらそれだけでフリートークできるから別にフリートークしようと思ってないでしょうけどそうそうそう。ね <laughs> でもまあ人生謳歌したいってことでしょ結局その気持ちがあったらさ、うん、なんかそのネットサーフィンしてさ趣味の何種類を知るというか。 知らないこともあるじゃん。自分が興味が出そうで知らないこと。わかんない。はいはい、スキューバダイビングとかさ。さあ、こんなことするんだとかさ。うん、そういうところでさ、趣味って広がってくからさ。謳歌したいんだったらさすればいいんじゃない。そう <laughs>。あれ、ブラックの役割す。違う、違う、違う。そちら、そう思うの。そう思うの。ミホはそう思うの。だし、あの、別に、あの、アニメ鑑賞だけで全然いいと思うよ。だって、アニメ。 めちゃくちゃ種類あるからさ見切れないぐらいあるからそっからだってさフィギュアとか買ったりしたらさフィギュア集めも趣味じゃん確かにうんよしはいありがとうございましたええ、もう一ついきますかありがとうございましたはいじゃあ次あっかねはい読みますはいうん。ラジオネームジャイアントインパクトさんからいただきましたありがとうございます岡崎さん熊田さんこんばんはこんばんは初メールですわあ、ジャイアントインパクト強そうだね 私が初めてやったゲームが「ドラゴンクエスト3」でした3、うん、かやってないよごめんなさいそこで最初に倒したモンスターがスライムだったのですが<う>スライムってこのゲームに関わらず限らずいろいろなゲームに登場するので愛着湧きますよね、うん、お二人は最初にやったゲームって覚えていますかとのことでございますうわんだったかななんだったかなーだ DS の一個前のやつ DS の1個,個前の分かりますよね言いたいことえ何何何あのあ、あくまであのデ,データ的なゲームで言ってます今のボードゲームとか抜きでっ言ってますよあ<ー>あの DS の1個前の,あの正方形のほらほら何何何,何,何今スタッフさんがざわついてるわかってるんでしょう <DS P? S 1> 違う ちょっとわ <laughs> <laughs> かんないわかんないけど多分調べて分か,の分かってくれる人いるから、うん、でそれで友達が持ってて私は結局買えなかったというか買わなかったというかそういう感じだったんですけど、うん、それに触れてはあって思った直後に DS が発売されて、うん、DS で「動物の森と」えー、と「マリオが」同じ時期に多分発売されてて、うん、どっちか一個にしなさいって言われて。 めっちゃ迷って道盛りを買ったんだけど、うん、でもその時当時7歳で、うん、あんまりこう仕組みを理解できていなかったからこれはもうちょっと大人になってからでねってなって結局マリオも買ってもらえたっていうおいいじゃん7歳で初ゲームなんだちょっと遅めじゃないえ,えなんかさ幼稚園とかさださいや別にここでマウント取ってないよ <laughs> 続けろよ <laughs> あのあれなんだっけあのそそれこそさ プリキュアのゲームとかさ、ああ待って待ってえラバンドベリーもかじゃあ、そう。ああごめんラバンドベリーだじゃあ。ラバンドベリー調整だ。そうだ。あれカードついて、なんかディーエスの横でそのカードをスライドできるんですよ。なんかティーポイントカードとかスライドできるじゃないですかね。でティーポイントとかポイントカード、なんかそんな感じで、そんな感じでのスライドして、あたの別で売ってるんですよ。そうで召喚するんですよ。なんか靴とかなんか私めっちゃね。 なんか淡い緑のブーツめっちゃ好きだったいそうなんかねあるよね私緑のどれ好きだったベリーのででだけど服,服足りないと <laughs> なんか、その武道会なのに、めちゃめちゃパジャマみたいな服。であ、その靴だけめちゃめちゃ豪華だけど、上めちゃめちゃ服着てないみたいな。そう、<laughs> しかも、舞台もすごい豪華で、曲もさクラシックで豪華だからさ、なんか、マジで面白いことになる。よ紙とかも変えれる。懐かしい、いや、なんか、てっきりさ、ドラクエがさ、その、だったからさ、<うん S 1> なんか、そういう感じでさ、あの、ここのゲームを想像しちゃったけど。確かに、そうだね、ラブベリーもそうだ。ねそうよ、たまごっちとかもあるしね。あ、たまごっちだ。 そうだよどっちが先だったっけでもたまごっち,っち結構うちらの、ね、世代はいろいろゲーム出してもらってましたんですけの話は終わんなくなっちゃうから次行こうそうだねありがとう終わんなくなっちゃう終わったらしい、はいはい、え引き続き質問や番組の感想お待ちしています、はい、ではこのままコーナー今更らテスラハイライト,トー今日は「と」です <laughs> え現在 BS11 でも第1期を再放送中そんなテンセラを見直していきましょう、はい、えでは届いた感想メッセージをご紹介していきますが今回はね14話の感想ですよ、うん、14話です、ね、14話は全てを食らうものということでついにマジンゲルミュッドが姿を現します怖いんだよ見た目からそうしかも言いにくいんだよね,ねゲルミュッドっていうね <laughs> はいそのえーシーンの狙いがね、うん、オークロードオークディザスターへと進化させるというすごく悪いやつでしたがジュラの森を支配させようという いう感じの14話でございましたが、うん、はい、はい、じゃあ読ませていただきます。ラジオネーム隣の芝生は水色さんからいただきました。もうありがとうございますまいじゃあ、はい。<laughs> ラジオネームにちつこめ <laughs>。めん好きなのよラジオネーム。はい、岡崎さん熊田さんテンスラはテスラは14話でものすごく好きなシーンがありメールを送りました。はい<何>。それは戦いの最中リムルとゲルド二人きりで心の中で会話しているかのようなシーンです。 これまで悪者としか見られなかった彼の切ない過去そしてリムルが彼に最後に送った言葉かっこネタバレになるので詳しくは言いませんがさっきまでの激しい戦いが嘘のような静かな空間で繰り広げられるこのシーンが本当に好きです、えー、他にもあまりないと思うのですが岡崎さんはこのシーンを収録した時などどう思いましたかとのことですがもうなんかすごいよなんかもうライブでヘドマンしてる人ぐらいうなずいてるよみほちゃんが。どうですか 分かってる <laughs> <laughs> あの今すっげえっっ、ね、思い出して「っ、うん!」<laughs> ってなってるけど、うん、あそこ泣けるよね。本当にさア<う>フレコしてる時から、うん、かすっげえ共感できてリムルの考えにそして尊敬もできて<う>なんかどっ なんか本当に立場が違ったら俺も同じことしてたと思うよって、うん、だって結局さ「ゲルミュット」にさ踊らされてたようななものじゃない悪くないもんだってんみんなのことをさ、まあ、その考えた多くとして考えた上での決断が結果的にその悪いやつに目をつけられちゃってこうなったっていうだけでリムルはちゃんとそこに気づいてね目を向けてあげられるしなんかあの演出もすごい好きだったんだよね場所というか。 めちゃめちゃ綺麗だったよね,うね、うん。苦しい状況が目の前には広がっているんだけれども、うん、その心の中だとそういうところに行けるっていうのがなんか素晴らしいなって思ったよ、うん。じゃあもう演じている側としても、うん。 ななんんかすごく印象に残ってるシーンなんだよねそうだねねそうやっぱそのリムルを演じる時にここはなんかやっぱり楽しくだなとかここはやっぱ伝えたいなとかそれこそしずさんの前では男になってたなって思うしよりね男性味があったなって思うけどここもすごく男気っていうか男同士の会話もうどうにもならないけれどもそれでもみたいなところですごくなんか。 通じ合っていた立場は違えどっていう感じがありましたね,ね考えさせられるよねわかる,かる本当に人間がわかるときってこういう動きするんだね しないよ <laughs> しないか,しないかごめんごめん、うん、<laughs> するのかな今後来るかもしれない,い本当こういう動きになるじゃこれやったらそういうことですはいじゃ次お願いします、はい、続いて,ていただきます、はい、ラジオネームもくもくさんからいただきましたありがとうありがとうございます岡崎さん熊田さんこんばんはこんばんはえ十、ー、四話でのリムルのバトルシーンでは大賢者のオートバトルモードを使用していましたねあそう、うん 他にも大きさが違いすぎる敵にも軽々全身を操って戦う姿燃えるような赤い瞳、うん、ここでのリムルのバトルシーンもかっこよすぎてしびれましたありがとういたいりありがとうございますい嬉しいですねやっぱりリムルを褒められるのはね嬉しいですね演じていてまあリムルっていうか大賢者さん様々なんですけどね大賢者さんすごいよね,ねいやそうなのよなんか戦闘シーンってさ、うん、まあやっぱちょっと難しくて<ー>まあここはさ大賢者さんにバトンタッチしてるっていうのもあるんですけど、うん、あの 「まあそのテンスラ」にも,もういろんな強いキャラが出てくるじゃないですか、うん、強いキャラって共通してあんま「吐息入れれないのよほほほうほうほうそれはお芝居的な意味あ」ーとか「うん、ふっ」とか、うん、あんまり入れすぎると、うん、必死な感じしない ああ普段喋ってる時にってこと攻撃の時にってこと攻撃の時攻撃の時だからたとえアニメーションが動いていても軽々とそれをやってのけてるっていうのを伝えるためにだから私は最初はここで飛んでるからフッって入れてここでちょっと受けてるからダメージかなと思ってフッとか入れてたんだけど結局強いからあんまりいらないんだなってことを学んだよねなるほどね確かに必死感というかそうなの疲れちゃってんじゃんって思うもんそう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 余裕がないというかねだからその わかんないけど、うん、その今後出てくるね、日向っていうキャラクターとかもいるんですけど、はいはい、そう、日向が出てきた時はトイキとかもね、ちょっと。あのお芝居注目してほしいですよ。おこだわってたんだ。そう、こだわっていらっしゃると思いますし、あの<ー>、うんまあ、素敵だなって。うん、ありむるなってよりは。うそう、そうん、そう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 。 思うか沼倉さんがすごい素晴らしかったですしやっぱ強いキャラの演じ方ってまた違うんだなって悪役にもそれの道があると思うし<ー>なんかそういうのはすごくそのキャラがいっぱい出てくるので学ぶとこはあるよね。なんかすごいねあのだん聞いててさ、うん、こう強いなってこの人強いなって思ってる理由があったんだねちゃんと。 そういう時じゃ危ない時だねそうだよね,ねだからそういうのもあるんだなって実はねちょっとそういうとこに注目してみると見方変わったりするんだなって気づいた感じでもありましたテンセラ見ながら多分好きなね、声優さんとかもたくさん出ていらっしゃると思うのでぜひぜひそこにも注目して見てみてくださいお願いしますということで今回はここまでですえー、次回のこのコーナーでは十五話の感想をお待ちしておりますよえー、ご紹介していきますよえー、その先の感想もどんどんお待ちしておりますのでアニメを視聴したら話数ことに

盛り上げ方分かんなくなっちゃった <laughs> はい、えー、みほちゃんがですね捕食したものを当てるショートコーナーでございますはい捕食するものはラジオネームくるみ割り人形さんからいただきましたということで食べていきますあんむあー気持ちいいなーひんやりするなージャブージャブージャブーぷかぷかーぷかぷか

うーんピーおー結構いけた。5メートプール。あまあ正解。せーのテニスラジオ。ジオ転生したらスライムだったけ。テニスラジオ。一個だけ聞いていい？何？ブルンブルンブルンは何？<laughs> あだから。 最初ぷかぷかって言っててで、うん、あ、でも茜があの違うこと言ったから、うん、ブッブって言いたくなって混ざったそれはブブブそれはちょっとちょっとミスっちゃってるじゃん水上バイクって言っただから<う>違うよ、うん、うわでも最近ちょっと意思推だったからねこのコーナーそうなんだよね,ね今日ダメだったねまあ、そんな日もあるよ、ね、あそんな日もあるか三歩さ上がって二歩さんちょっと待ってわかんなくない <laughs> じゃあ続いてはこのコーナーです。<laughs> えー、みんなのままるる自自慢慢大会自慢しててバイブス上げてこうということで <laughs>、えー、このコーナーではジュラの森の魔物たちがリムルの自慢をしていることにちなみましてリスナーさんのね自分以外の自慢を募集しておりました。 ということで届きました。なんで、<laughs> その冷静にバイク下げてこって言えんのよ <laughs> <laughs> <な>。はい、なんで、それ普通で使ってんの。そうだよ。<laughs> じゃ、行きます。うん、えっと、ラジオネーム、ツリーツリーツリーさんからいただきました。あり,ありがとうございます。えー、僕の自慢は、えー、生まれてまだ一年経っていない友達の妹です。ブブクした。オッケーオッケーオッケー、いいよ。<laughs> <laughs> この前、遊びに行った時に、初めて会ったのですが。うん、もう、可愛くて、可愛くて、実の兄のように、愛おしさが爆発しました。うんうん、赤ちゃんって、なんであんなに可愛いんでしょうか。 のことでございます。確かにね、かわいいよね。赤ちゃんいな、最近赤ちゃん見かけないな。なんかまださ、見かけない、見かけない。だって赤ちゃんって、だって、そん、いる、周りに。なんか、いなくない?。いや、道歩いてたれるけど、その私たちの年齢で、まだ、なんか、例えば、友達が。お子さん産んだとか、まだないから、じゃないか、あんまり。そうか、そうかもしれない。多少はあれど。だから。 びっくりした私、うん、僕の自慢は生まれてまだ1年経っていないですがこの手紙が書けていることですみたいなことかと思って <laughs> それも嘘のメールだよいや本当にちょっと安心したもんね <laughs> いやーでも確かにねそうだね可愛いよねきっとね可愛い,いねなんか、あのー、高校の時の恩師が、うんうん、そのお子さん赤ちゃん産んでね、うん、でその赤ちゃんをこう見に見に行くというか一緒に遊ばしてもらったことがあって素敵、うん、その時にね かわいいね手とかちっちゃいちっちゃいけど、すごい力なの、うん、あ、そうなんだ指とかをこうギュって握ってくれるんですけど<ー>もう折れるぐらい<あ>このちっちゃい体にそんなにパワーあるんだみたいなそ<ー>うなんだそれさえ愛おしいんだよね痛いたい痛い変かわへんみたいな,な <laughs> あ、でもそうだよねそうだよね赤ちゃんのあのなんだっけ力ないのかと思ってたその体が小さいからあるのえ、そうなんだなんかその造形って人が愛おしいって思う等身なんだって 赤ちゃんの形ってへーそう。 神様がそうやって決めたってこと、そう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 、なんからしいですよ。すごいというプチ情報でした赤ちゃんか、赤ちゃん今度見かけたらこうやって手出してみるじどのぐらい強いか圧力検査。一旦じゃあの親御さんに断って。もちろんもちろんもちろん、そんな知らない知らない赤ちゃんにそんな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 ご自尊もありますし、そんなそんな手洗いおします。はい。続いての自慢です。はい。 えっと、ラジオネーム、まっちゃんらてさんからいただきました。いしいね、ありがとうございます。えー、岡崎さん、熊田さん、こんばんは。こんばんは。えー、私が自慢したいものは、うん、滝のオープナーです。オープナーってなんですか。滝のオープナー。私はこの春から一人暮らしを始めたので。すが先日、力が弱いのと、うん、手が滑ってしまったのとで。うん、ペットボトルのキャップが開かないという事態が。え、わかる。そこで、通販サイトでいろいろ漁っていたら、見つけたのが、滝のオープナー。 うん、これはキャップや瓶の蓋、プルタブなどを開ける補助をしてくれます。一人暮らしの強い味方です。分かる。私も買ったことある。え、どういうやつ？うん、なんかイメージができてない。え、なんかゴムとか。 ゴム製とかの輪っかとかで中にちょっとギザギザがあるやそう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 私がイメージしてるのはそれなんだけどそれかななんかそのペットボトルとかそれこそ瓶とかいろんな大きさに自分でちょっとこう形変えれるからゴムだからそう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 やってやるみたいなやつだねなるほどねわかるわかる開けれないときあるよねペットボトルのキャップがさ開かないっていうさなんか女の子見てさそんないや嘘でしょって思うとき私開かない系女子だよ 嫌われてるわうん全然嫌いじゃないんだけど嘘だよって思いつつ全く自分が開かない時あるなんだよそれ自んかその開けやすいペットボトルと開きにくいペットボトルあでもなんかさ腕のフィ…あちなみにさどうやって開けるどっちの…何？どこ利き右利きだから左手で持ってそうだよねやっぱえな私ね右利きなのに左手で開けるのペットボトルだけはだから開かないんじゃないえ、でもねこうやったら開かなかったの右で今度 え、左だと開くの?。うん、握力九とかだった、も私。しょう。しょう。出た握力弱い人だ。そう、え、あかねは?。でも、あかねも細いから。でも、私二十七ぐらいある。結構強いです。よね女性で。十。全盛期、そのバドミントン部だったんだけど。私もだよ。そう、その時は三十六ぐらい。こったよちかよ。頑張って十五だわ。腕相撲やらないでおこう。え?。やる?。やらない。やらないよ。 はいということでリスナーの周りの自慢を聞いてみました。えー、っと続きですね。赤、えー、あなたの周りの人の自慢をお待ちしております。以上みんなのまるまる自慢大会でした。 失礼したらスライムだったけんテンスラジオ本日の放送もエンディングのお時間になりました番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますはい普通他感想のほか今更テンスラハイライトミホエルの人生相談室みんなのまるまる自慢大会<ー>クイズを捕食したのは何でしょうですはいメールアドレスはすべて小文字で <laughs> テンスラアットマーク joqr.net テンスラアットマーク joqr.net です <laughs> はい 番組ツイッターもチェック,チェックえアカウントは「ッ,アットテンスラジオ」です。 はい、またこの番組は YouTube BS イレブン公式チャンネルでアーカイブ配信がございます。えー、ちょっとだけおまけもついているのでぜひチェックしてみてください。えー、更新は一週間後超エンドジプラスでの放送翌週の木曜日夜七時を予定してます。はい、そして BS イレブンでは毎週水曜零時からテイスラ第一期の放送再放送をしています。うん、ぜひチェックよろしくお願いします。そして最後に番組グッズ情報。はい、まだあるからね。ペーペーえなんとテイスラジオの番組グッズが。 できましたということで、先週に引き続きですが、7月21日今日か。ら、スタートしております、テンスラテンツーの東京会場にて販売しております。テンスラジオナースカ T シャツね。はい、ナースカ T シャツと。あとは。ティシャツって名前なんですね。はい、えっと、テンスラジオの。リブル。アクリルスタンド。あにゃん。はい。 とそしてこちらのクリアファイルでございます、はい、ちなみに T シャツは SMLXL の4サイズあるのでね是非ご興味が出た方はね<る>遊びに行ってみてください。お願いしますということでお時間となりましたお相手は岡崎美穂と熊田茜でしたまた来週 テンスラジオ収録が終わっての負けトークです,です何をする何するあのさ、うん、思ったんだけどみ穂、うん、はスイカ割りしたいって言ったら厳しさ教えてもらえたじゃん私スイカ割りの厳しさ教えたつもりはないよあ、そ茜がしたいことのことを判定しようと思って夏にしたいことをあ、ジャッジされるのかそう、だいえー、夏そう、あかの夏今年の夏でいいってことそうだね、もうだから今 今、めちゃくちゃプール行きたい。おう。海よりプール派。ああ、海だったら。なんだろうな、島とか行きたいね。島。ああ、なるほどね、だから。ちょっと遠出したい。そう、ちょっと遠出した海。プールだったら、どこでもいいの。プールはどこでもいい。あじゃ、プールの方が手軽だね。ああ、そっか。えじゃ、ウォータースライダーが好きとか。ああ、好き。ウォータースライダーってさ、怖くない。ああ、なんか怖いって思ってたけど。 楽しいって一回思うと楽しい逆なんですよ私、うん、私ジェットコースターが乗れなかったんですね、うん、ずっとその時はウォータースライダーは怖くなかったんだけど、うんうん、ジェットコースター地に足ついてるじゃんはい、はい、水って意外と勢いつくなと思ってウォータースライダーがちょっとあ,<ー>まあ最近乗ってないってこともありちょっと怖くなってきたんだよね、うん、ああなんかウォータースライダーのさ、うんまあ、スライダーによるよね なんかそう筒になってるやつって安心感あるじゃん。あ筒は大丈夫。なんかこう<あ>筒になってないのよね。あれさ、うん、途中でピュンって飛んじゃわないかなって思うよ、ね。カーブでさ、ゴンって行くのよ。でもあれでさ、うん、落ちた人は聞いたことないじゃん。調べたらでも出てくるかもしれない。<laughs> そう 嘘だ調べない方がいいよね嘘だあれでピュンって飛んでった人いんのでも自分だとさ飛んでいくんじゃないかって思うよねその。思う思うすごくてさだってあれギリギリまで行くじゃないですか子供だったからかな子供の方があれそんなことないでも重い方があそっか。スピードとか出るけどあでも軽い方が触れちゃうのかななんかねどっちなんだろうね重心的なことなのかなわかんないけどあとなんか急にさその水面にさ放り投げられるじゃん あのスライダーが終わった後にあの時になんか鼻に水が入っちゃうからああでするそのタイミングを見計らう鼻つままないのああえ <laughs> 気合しかなかったわ気合で鼻を閉じるしか知らなか鼻の中身気合で <laughs>、うん、<laughs> あまあ,あでもズボンってんって言うとさ鼻の奥閉まるじゃん <laughs>、うん、まあ閉まる、ね、それではいけるかも鼻つまめばいいんだね 時、無理かもしれない。え、プールなら行きたい。行く一緒に行きたい。海はね、ちょっと地震が泳ぎがない、あ、なんば波もさ、自然だから。深いから、ね。ますし、あと、まあ、潮もね、あるので。えでも、浮きやすいのは塩ある方だよ。ほ、そうか。そうだよ。そっ<う>か。<laughs> そっか。でも、ウォータースライダーやりたいから。あ<ー>、それは。いいねプ。プール。プール。なんか、あれあるとこ行こうじゃあ、その。 なんかドーナツみたいなさやつが2個くっついててさ<何> 2>, 2個で乗れるスライダーみたいなあのあの船みたいなやつちょっと違う、うん、とバナナ <laughs> バナナボートみたいな感じのドーナツ2つはみたいなやつバナナボートみたいなあわ分かったウォータースライダーそのまま滑れるやつかえ、うん、なんかあのさウォータースライダーうんドーナツみたいなうん 浮き輪みたいのが二個くっついてて、うん、ああれって素肌で滑るものじゃなかったっけそウォータースライドの素肌で滑るのもあるけど、うん、それに乗っていくのもあるあなんか,手,か手すりみたいのがついててあ、二人旅だどういうことなんで、ね、今日さテンポ悪いよね <laughs> 違うよ美穂なのねぇ美穂なのえなんかあれかも私がツッコミシーンが来てんのかも今日 そう今日ねちょっと当たり強い。強いでもねキュンって来てる私がいる強い強いこのままでいいよ。当たり強いかな、うん。めちゃくちゃいい。いや違うあのね切れがいいってこと。そっかじゃあ二人でドーナツドーナツ機わに乗って。うん えっと二人で同じ景色を見ながら滑って鼻につまらないように降りるプール体験いや、ね、<laughs> がってるしたいなと思います。はい、ということで、うん、テイスラジオの本編は文化放送インターネットラジオ超 A＆G プラスにて毎週木曜日夜9時から放送中です。ぜひチェックしてみてください。ということでお相手は岡崎美穂と熊田あかねでした。したバイバーイ。バイバーイおやかわね。